ナルト、戻ってきていたのか。ちゃんとヒントは聞けたんだろうか。一応ヒントは教えてやった。あとはあいつ次第ってとこだ。え、キラー B さん。おっと、ここで騒ぐの、カンニン。今は黙って観察。はあ、さてどうなる。よっ、懲りずにまた来たか。何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。だな。お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえことは前のやりとりで分かってる。その通りだ。俺を追い出そうとしても無駄だ。お前のことは俺が一番よく理解している。ならもうお前だって分かってるだろ。さっき決めたことをさ。あ、俺はやっぱり里のみんなを信じようと思う。ふざけるな。お前が何を決めたか知らねえが、お前のことは俺だけが分かってやれる。里の奴らは俺たちをずっと騙してきた奴らだ。勝手な掟を作ってのけものにしてきた。苦しかったよな、辛かったよな。お前を分かってやれんのは俺だけなんだぞ。里の奴らなんか信じるな。ああ、里の人たちも大事だけど、信じなきゃならないもんが他にある。自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分っての。自分を信じることができなければ里のみんなを信じることなんてできねえよな。だから俺がまずすべきことは自分を信じることだった。それが。やめろ！自分を信じるだ。ふざけんな。認めねえ、認めねえぞ。憎しみこそがお前の本質だ。闇こそ俺の真実だ。お前は俺だ。憎しみの俺こそが本物の渦巻きナルトだ。てめえは偽物だ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。てめえ。戦闘開始。それはできねえよ。俺はお前だって。お前が言ってたの。なかなか無理だよ。そんなものを信じる価値があるってのか。価値があるとかないとかそんなのは関係ねえよ。俺は仲間を信じる。まだそれだけだ。なんでこんな。今お前に負ける気はしねえ。捕まえた。諦めねえ。スーパン全集中。偽物じゃねえよ。二人で俺なんだ。勝利あり。もうこれくらいでいいだろ。
どうだ、釣ったらすっとしたかよ、俺。どうしてだ、あんなに苦しまされてきたのに。お前は俺が邪魔なのか。だったら俺は一体何だったんだ。お前がいたから俺は強くなれた。おかげでここまで来られたのかも。なら俺はどうすればいい。なもん簡単だろ。お前は俺になれやいい。お前も俺なんだから。今までありがとうな。もういいんだ。ナルト。ヤマト隊長、それにタコのおっさんもいたのか。その感じはうまくいったんだね。喜ぶのはまだ早いぜ、バカ野郎、この野郎と言いたいとこだが、まずはよくやった。よくぞ憎しみ克服、そんなお前とても幸福。え、これからキュービの力のコントロールをやってみるが、今から俺がお前の師匠、覚悟を決めろ、出ないと師匠。よっしゃ。いいよ、改めて挨拶だ。俺様のグーにグーを重ねろ、ビートかましながら。よう、俺はナルトだってばよ。たく、手ばよ、手ばよってよ。うるせえってばよ。ついに修行か。まずは場所を変える。滝の裏に移動するぞ。了解。滝の裏？その修行僕も付き合っていいですか？ OK。 まあ滝の裏って、まずはしっかり行動、そしてびっくり動揺。お？ナルト、とりあえず行ってみよう。滝の裏にこんな遺跡があったとは。それでここではどんな修行？ここでキュービと戦う。え？キュービと戦うって？まさか無茶なことするんじゃないでしょうね。無茶しないでコントロールできると思うな、バカ野郎、この野郎。ここは昔から人中力に選ばれた者が禊を行う神聖すぎる場所だ。しかし、ヤマト隊長、俺はキュービの力をコントロールするためにここへ来た。これは俺にとっても大切なことだ。逃げらんねえ。ナルト。よし、
まずは美獣と対話する。この先にある建物に行くぞ。おっ。この中へ入って座って目を閉じ集中する。そうすれば美獣に会うことができる。いよいよだってばよ。ナルト、本当に大丈夫なのか。俺は一度言ったことは曲げねえよ。ふん、オーケー。それじゃあ中に入るぜ。第4章、ナルト出生。